したらなんだか苦しそうな顔になったから。バカじゃないもん。したのに暗いって何？私初めてだったのに。もう怒っちゃったからね。晩ご飯メニュー変更。ごめんなさいわ。よろしい。じゃあお兄ちゃん、テーブルついて。決まってるじゃない。ずっとだよ。何？すごく。さあ、座って座って。今日はすごいんだよ。おやおや、それじゃ、グッナイ。じゃあ、その前にパパたちは出かけちゃうからね。ママとデートに決まってるじゃないか。で、お泊まりだから。なんな、好きだよ。
てないからだよ。だって社員旅行だもん。はいはい。あ、そうそう、晩ご飯は大丈夫？それなら安心だね。じゃあパパたちは行ってくるよ。マエさん、そうだけど。なら安心。お兄ちゃんだから。そんなになるまで食べたの？ありがとう。じゃあお風呂入ってこようかな。えい。
私だってちょっと触っただけだもん。覗いちゃダメだからね。じゃあね。しっぷ？貼ってあげるね。大丈夫？ここでいいよね。傷に染みると思って。うん。はい。どうしようか。え？でもさっきすごく痛いって。おやすみ。はい。いいよ、そんな。
でもいい。え、だってお兄ちゃんは？嫌じゃないけど。私、お兄ちゃんのベッドで。うん。ありがとう、お兄ちゃん。おやすみなさい。あのね、一緒に寝よ。だから一緒のベッドで眠るの。わかってるよ。いいじゃない。だって小さい頃はよくそうしてたもん。お兄ちゃん、私と一緒に寝るの嫌？大丈夫。お兄ちゃんのこと信じてるし、それに、ううん、なんでもない。ねえ、お兄ちゃん、ダメかな？私が寝るまでずっと手をつないでいてくれたよね。
兄ちゃん。平気、お泊まり久しぶりだったから。大丈夫？
良くなっちゃった？それならいいんだけど。そんなこと言わないの。お父さんが。もう、みんな元気に帰ってくるのが一番なの。私は嬉しい。